情報整備局の和田浩二と申しますドローンによる水道の終了計測事業について説明したいと思いますこの画像にありますようにドローンで田んぼの生育状況を調べまして生育状況は葉っぱの色だったりを計測して今どれぐらいの生育状況かっていうのを調べていきたいと思っています えー、調べていき、えー、農家の支援につなげていきたいと考えています稲作農家の一年の流れです、えー、主に4月に後期作業、5月に田植え、えー、6月に薬剤散布、7月に追肥作業そして9月、10月に稲刈りなんですけれども、えー、6月の薬剤散布、そして7月の追肥作業に関して、えー、データを ここに向けてデータを取得していきたいと考えています。追肥とはなんですけれども、稲の生育状況を見ながら、えー、追加であ、不足した養分を追加で、えー、肥料を与えることです。薬剤散布は病害虫との防除のために、えー、施すものです。ポイントとしましては、えー、この画像にで人が背負っている機械と肥料を合わせて40キロ。 をえー、の重さなので、えー、とても重,量度重労働であること、そして2番の生育状況を見ながら、えー、どの適切な時期に適切な量を散布できることが重要だと考えています、えー。ドローンによる実測を我々が行いまして、その後、ドローンによる散布ができるようにしていきたいとも考えています。えー ドローンによる実測では、えー、稲の生育状況、植生指数、歯の濃度を測っていったり、えー、補助内の雑草の把握をしたり、えー、追肥料の自動計算と、えー、自動散布のためのデータを取得したりしていきます。そして、えー、こちらの、えー、農薬散布、肥料散布ができるようになってきてきます。 稲作農家は収量アップや労力軽減につながることができます。競、え、合、ー、比較なんですけども、えーと、データ取得という意味でスカイマティック社が行っております。えー、コニカミノルタ・ヤンマーでもあの肥料の自動散布ということで、えー、計測して自動散布をやっております。えー、特許取得申請の都合上、 あの詳しくお,お話しできないんですけれども、えー、ビジネスとして、えー、強みを持っています、はいえー。農家の生産支援をしたいと、このプロジェクトで、えー、考えております、えー。補助の収穫量計測に、えー、協力していただける生産者、組織、そして稲作農家の方をご紹介いただける方を求めています。 本日はありがとうございました。